株式会社、米ウホールディングスは、愛知県名古屋市中区大須三丁目25番31号に、本社、本店を置く日本の持ち株会社、日本最大級のリサイクルショップを運営する、米ウグループを子会社に置く。東京証券取引所、第2部と名古屋証券取引所、第2部に上場している。昔の野号が米兵だったことが、社名の由来で、 愛知県半田市にある米国店、米兵は本家筋にあたる。米軍と関係があるかのように勘違いされることがあるが無関係である。当初は愛知県内を中心に中部地区で店舗を運営していた。1990年代後半以降は関東、関西、中国、九州地区にも順次出店。日本国内で インバウンド消費の動きが高まった2010年代の中盤に業績を伸ばしたほか、2016年12月の時点で41店舗を運営していた。しかし、同年4から12月のインバウンド関連の売上高が前年同期比で4割減少したことなどを背景に、2017年1月から店舗もの再編に着手。中、 小規模の不採算店の閉鎖を進めるかたわら、名古屋、東京、大阪の都市部に、大、中規模の店舗を新たに出した上で、商品や人員を新設の店舗に集約させる。アジア圏で、海外出店にも乗り出している2020年10月1日付で、営んでいた、ブランドファッション事業を株式会社コメへ、承継するとともに、株式会社、コメホールディングスへ、 称号変更。これをもって、持ち株会社体制へ移行した。画面に、米兵の文字を大きく表示して、男性で、いらんものは、米兵へ売ろう。とナレーションを入れただけの非常にシンプルな5秒 CM で、愛知県では、高い知名度を得る。当初は一枚画だったが、その後 CG になった。1980年代末から、CM の構成を徐々に変更。 まず、いらんものは、と、米表、との間に、女性で、全部と入るようになった。ついで、15秒間の、同様、グッドバイ冒頭と同じリズム、微妙に異なるメロディで、同じ歌詞を歌う CM が登場した。この時点ではまだ、米表へ売ろう、という文句は健在だった。1990年代頃は、清水明。 秋の陽子、キキキリン、ニューロティカなどのタレントや、ロックバンドを起用した CM が作られ、話題となった。その後、ベート、ヒョウを元にした、アニメキャラクターで広告を展開していたが、2010年8月より、堤幸彦監督による、新 CM で、いらんものは米ヒへ売ろう。の、キャッチコピーが復活した。名古屋、東京、大阪でバージョン違いの CM が、 計算パターン作られ、包み本人も出演している。米表名義店リンクスマイルは、医療品を中心に扱う郊外型のリユースショップ。閉店店舗、ユールかジュエルは、宝石を中心に扱うリユースショップ。カンテは、2017年11月7日に、リリースされた、フリマアプリ。ブランド品専門で、米表の鑑定士による、 新眼判定サービスが付帯する。また、買い手がつかなかった商品に関しては、米表の買い取りサービスを利用することで売り切ることが、できる。株式会社米表分割準備会社より、社名変更2019年10月に設立された、事業承継のための準備会社米表香港、リミテッドとシャバパサニアインテル、ホールディングパブリックカンパニーリミテッドとの合併会社、 ありがとうございます。